今季の女子ゴルフメジャー初戦が始まりましたが、日本ツアーで8勝を誇る勝みなみさんが素敵なスタートを切りましたね。彼女は25歳で明治安田生命の所属。初日のラウンドで5バーディー1ボギーというスコアを収めて4アンダー。この成績でトップとわずか2打差の暫定2位につけています。ちょっと面白いエピソードもあるのですが、勝さんはこの日阪神タイガースのファンとしても知られていて、黒いポロシャツに黄色の短パン、阪神カラーでプレイしました。プレイ前にはプロ野球阪神のサヨナラ勝ちのハイライトを見て気持ちよくスタート。彼女の明るい笑顔が印象的で、最高ですね、スコアもいいし阪神も勝ったしととても嬉しそうでした。プレイについても、前半のパー3の12番ホールで素晴らしいショットを放ち、続く13番のパー5では連続バーディーを奪い、その勢いでラウンドを進めていきました。特に彼女のティーショットの精度が上がっていることが今日の高スコアの一因です。昨週にスイングを改良してから飛距離も安定も向上して本当に成長しているんですね。さらに今日は彼女のキャディトム田中さんの46歳の誕生日、彼女はサプライズとしてプレゼントを用意しているそうで、その心遣いも素敵です。勝さん自身もチャンスはあると思う、でも結果は後からついてくるというイメージで頑張りたいと思いますと話していて、その姿勢が彼女の人柄を表しています。米ツアーでの初優勝がメジャーで叶えば本当に夢のようですね。彼女のこれからの活躍から目が離せません。他の日本人選手は畑岡奈紗、岩井明愛、古江彩佳選手が1アンダーで18位、山下美夢、笹生優花選手がイーブンパーの31位、西郷真央選手は1オーバーの54位、稲見萌寧、西村優菜選手が2オーバーの68位、渋野日向子選手は4オーバーの101位と出遅れてしまいました。首位には米国のローレン・ホーグリーン選手が立ちました。ここで一般の方のコメント紹介です。先々週のマッチプレーで最高5位、今週のメジャーも好発進、かっちゃん頑張ってください、応援しています。以上コメントの紹介でした。ああやっぱし渋野日向子選手ダメでしたね、がっくり、残念、今度こそはと期待したんですが、本当に勝ちを忘れたカナリアになってしまったんでしょうか、心配ですね。でもめげずに2日目に全力をぶつけ予選通過してほしいですね。ということで今回の配信は終わりです。最後までご視聴ありがとう、感謝です。また次の動画でお会いしましょう。楽しみにしています。